ホテルにらかないオバマ島は沖縄県八重山郡竹富町のオバマ島にあるリゾート施設である。2001年11月23日に南西楽園オバマ島リゾートとして開業。八重山列島で唯一、かつ日本最南端、最西端のフルコースのゴルフ場であるオバマ島カントリークラブを併設している。 2016年に楽天トラベルが宿泊実績をもとに発表した女一人旅、男一人旅に人気の宿ランキングでは女一人旅の1位、男一人旅の6位に選定されている。2010年以降のホテルの名称に含まれるニラカナイは同じくユニマットグループが開発し2004年に開業した島のサンクチュアリリゾートニラカナイと共通するもので、 19号において、理想郷を意味する、二来家内をモチーフにした造語である。ユニマットグループの株式会社、ユニマットリゾートが開発し、2001年11月に、南西楽園オバマ島リゾートとして開業。当初は、固定時形式の8棟の宿泊施設、ビラ・ハピーラ・パナと、ゴルフ場、ハイムル・ミラージ・カントリー・クラブとからなっていた。ゴルフ場は、 隣接するリゾート施設はイムルブ氏の親会社であるヤマハの計画を引き継いで建設されたものである。2005年には全室スイートルームのラグーンスイートビラーラマンダを増設して全162室となった。2010年4月にはオバマ島リゾートスパニラカ内にリブランド。2011年10月1日から2017年3月31日まで星野リゾートに運営委託し、 星野リゾートリゾナーレオバマ島として営業。委託終了に伴い、2017年4月1日から、ホテルにらかないオバマ島及びホテルアラマンダオバマ島に名称を変更。2019年4月1日に、ホテルアラマンダオバマ島をホテルにらかないオバマ島に解消し、2つの施設の名称を統一した。2019年5月7日から、再び、 星野リゾートグループが運営を受託することとなり、10月1日から改修のために休館。2020年4月20日に星野リゾートリゾナーレ、小浜島としてリニューアルオープンする予定である。石垣島の石垣港離島ターミナルから旅客船で小浜島の小浜港まで約25分。小浜港から送迎バスで約10分。ありがとうございます。